洗濯機がね、調子結構悪いみたいな話、グチラジにも言ってきましたけど、前も止まったりとかね、1時間しか帰れない時に帰って洗濯処理したら止まったみたいな話しましたけど、そこからまた治ったりして、普通に使えてたんですけど、昨日洗濯しようと思ったらちょっとなんか調子悪くて、あれまたちょっと壊れてるなと思って、ちょっと掃除したりして、そしたら動き出したんで、良かった良かったと思ってたら、水が溜まった状態で止まったんだよ。もう一番終わりでしょ マジでどうすりゃいいんだよっていう。<laughs> 脱水して欲しかったな。いや、最悪ですよ。<laughs> どうする水が溜まった状態で。で、当然、あのー、なんか調べたら電源を入れ直してたから、そんなんしてももう動かない。水がず、水と洗、便開いてくれんのだよ。もう便開、便開かず。<laughs> う,うわ。だ水、大量の水、ひたひたの水と大量の洗濯物と洗剤。う,うわ。う手突っ込むのもだし。 もう最悪でしょうん、で、うわ、どうしようと思って、もう着るものとかもねえし。うん、いや、これ、じゃあもう、ちょっと何度も待ってやってみたりとかしたけど、うん、電源オ,オンオフとかやってよ。でもそんなの何にもなんないし、うん、脱水してくれないんで、いや、どうしようかなと思って、まあ、これでもコインランドリー行くしかないなと思って。うん、持ってで<も>ビシャビシャの持って。いや、ビシャビシャ、もう嫌でしょ突っ込むの、洗剤まみれで。ああと思いてがら持って、 一応、キューとかやるよ。うん、でも、で、袋にポンって入れたら、激重。運べる重さじゃないよ、本当に。たまったない、一人暮らしの一週間分ぐらい。洗濯物ですから、らかもうとてもじゃないけど運べないくらい重くて。うん、いや、これもう、もっと絞るかと思って何とか絞って、うん、もうめんどくさいよ。もうじゃあ、手で洗った方が早いなとか思いつつも、うん、でもなんかそれもちゃんと洗えてるかどうかも不安だし、うん、じゃ絞ってもうコインランド行くしかないと思って、めちゃくちゃ重いの抱えて、<laughs> もう、本当にもう、嫌ですよ。<laughs> で、行って何とかもよりのコインランドリーに着いたら、そのコインランドリーが潰れてたんで。ふふふ。もう最悪だろうーわ。もう何これと思って。で、もう一つの方のコインランドリーに着いたら、うん、あの、もう、あの、10時で閉まりますみたいな、なって。何やかんやったから夜の10時になってたから、うん、そんなコインランドリーでそんな閉まんないやって、マジで。な え、夜中も空いてるイメージだゃな全然今空いてないんで、コインランドリー。最近。今、ちょっと前まで全部空いてるけど、今調べたら全部10時とかで閉まる。あ、そううん。で、どうしようと思って、もう着るもんないかと思って調べたら、ちょっと遠くのところに、11時までやってるとこあったから、そこまで頑張って運んで、うんうん、やっとどうにか。運んで、言うルるが、もう。やいや、もう荷物や。いや、めちゃくちゃ重いんだから、ほんとに。 で、まあ、洗濯して、うん、で、乾燥機を使う時間もないから家にまでまた持って帰って、脱水の状態でな。脱水の状態で持って帰って、あ<ー>まあ、干して、うん、と思ったけど、未だにその洗濯機の中には水がありますからね。あ、そうか。どうしよう。本当になんか、劇的に回復しない限りはもう、どうしようもないですからね。<laughs> 洗濯機捨てるのも一苦労じゃない、あれ。いや、そうそう、調べたら、もう、あの、なんていうの、洗面器とかで捨てるしかないみたいな。うわ 捨ててちょっと残るのはもうそれは大丈夫なんで引き取ってもらうしかありませんみたいな。なんで洗濯機引き取ってもらうのもなん金かかるし、かかるそんなんできないでしょまあ、新しいの工程下取りみたいなのあるけどな。壊れたやつでいけるんかどうかわからんけど。し、水も入ってますからね。<laughs> <laughs> ちょっとあの、ここで家に帰って、それ昨日の出来事なんで、あの、家に帰って動き出す、脱水できること信じるしかないですね。 やっぱ台風とか来たでしょああいうのになると外にあって壊れやすいんでなんかそういうのあると。わかるわかる。雨とか。うんちも外じゃん。外ってやっぱダメだよな。太陽でも壊れるんだよな。暑い寒いで壊れるんだよ。まあ当たり前なんだけど家電弱。そりゃそうなんだけどな。もうちょっと今憂鬱ですね。洗濯機はちょっといい。ただよりにもよってでしょ止まるところは別に壊れる分には僕コインランドリー使えばいいし。うん。 最悪、しょうがねえなと思うけど、水が溜まった状態ですからね。<laughs> 一番最悪のところで止まったわけだよマジで最悪ですね。最悪のところで止まりましたからね。だったら全く動かない方がいいわけですから。うん、なんか洗剤の中に、結構奥まで突っ込まなきゃいけないから、うん、なんかこの辺まで洗剤つかるのもなんか。一、ね、週間分じゃけ水パンパンなわけだよそう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 。で、洗う、手とかも洗わないとなんか残ったら荒れそうでしょ、うん、もう、ね、そんななんかめちゃくちゃ重かったな、本当に。人仕事じゃん。人仕事めちゃくちゃ重い。 だから、もう運べないから、自転車のカゴに置いて、乗れないから、危ないから、その、なんて、二台的に、なんて、台車的に使って、歩いていくとか、いろいろ考えて <laughs>。でも、ちょっとでも、洗濯物のバランス崩れたら、もう、めちゃくちゃ危ないですからね。まあ、えらいまで、カゴはもう、ひしゃてましたけどね <laughs>。そんな重い,いや、重い、めちゃくちゃ重いんだって、本当に。うーわー、えぐ。危ないない。危ない危ない。だから、本当に、あの、分けて持ってこうと思ったけど、びしょびしょのまま置いとく、洗剤びしょびしょで置いとくのも、な,なんか。 もう変な気持ちあるでしょ、うんえー、ずっとつけとくのも楽ニ,ニュルニュルニュルの状態の。なんかもう僕らの服だったら消えるやつとかもありそうでしょなんかその。ものによっては。<laughs> そんなずっとつけこんどいたら。<laughs> そうね。だからまあなんとか洗濯はできたんですけど、ちょっと洗濯機だけ、また続報を待ってもらうしかないですね。洗濯機買うか。買えない。いや別にない分にはいいんですけど、もう割り切ってコインランドリー使うから。ただ置いとくわけにはいかないですからね、ずっと。治ることちょっと信じます。 自然治癒をまた信じるしかない。今までは壊れても、なんていうの、その下をあのドライバーで開けて、ちょっと掃除したら動いてたんですよ。あ、そうな。でも水が入ってるってことはそれもできないで,できでそこなんだよな。ちょっと信じるしかない。涼しくなってきたんで。ああ<ー>。信じます。今冬がやってくるけん、ね。そしたらもう100パー壊るでしょうね。<laughs> <laughs> 平日毎日、口を更新しています。ウエストランド井口の。